創業114年、店内工房のあるジュエリーマーノです。篠原さん、お出かえします。こんにちは、篠原です。こんにちは、お願いします。今日はですね、こちらのちょっと大きめのジュエリーボックスをご紹介したいと思います。そうですね、ジュエリーの保管って皆さんどのようになさってますか？大体こういった外装の箱に入ったジュエリーボックスの方に、保管している方が多いかと思います。本当はこれが一番いいんですよね、宝石と宝石がぶつからないし、こういった保管が一番いいんですけど、いざつけようと思うとその中がわからないんで、出かける間際に諦めちゃってつけていかなかったわなんておっしゃってたお客様がいらっしゃいました。先日ですね、そういったお客様がなんか篠原さん、いいジュエリーボックスないかなってご相談頂戴しまして、いつも篠原はこちらの4段の大きめのジュエリーボックスをお客様の方におすすめしてます。こちらみんなこんな風にバラバラになるんですね。1段目の方はですね、このように、リングが入るようになってます。この辺はスペース的に、どういったものでも入れるような、入れられるようになってますね。2段目の方はピアスだったりリングだったりとか、3番目はプチネック、4番目の方はフリースペースなので、こういったですね、100均に行くとあると思うんですけど、ジップロップの袋に入れて保管するとだいぶ本数の方も、はい、収まるかと思いますね。あとこういう100均でね、袋もありますんで、ピアスなんかの場合にはこちらをワンセットにして、こういったところに入るかな、こういったとこですね、すいません、入れていただけるととても使い勝手のいいジュエリーボックスになると思います。はい、こちらの方はですね、カタログ注文になりますので、あと大きさなんかもそれぞれありますので、篠原の方にどうぞご相談ください。